やめて、もう絶対やだわ。やめてよ、入れすぎだし。バカだこいつ。もういや美味しいと思う。なんかコメントでさ、絶対やだ焼肉のタレは。絶対うまいって。みんな何つってる？絶対うまいと思う。もう本当ぶち壊した。絶対うまいんだって。いらないよね。いやうまいって。焼肉食ったばっかりでさ、焼肉のタレの味思い出したくねえよ。これで言うこと聞かないんだよ。結局さ、結論美味しいじゃん、いつも。卵焼きいらないよ。さすがにカロリー高い。まあでも食べるじゃん。ソーセージはいらない。さっき焼いてってたじゃん。で、目玉焼きは半熟ダメだよ。みんなわかるかな。あの硬くないんだけど、あの半熟なんだけど、あの黄身が垂れないぐらいの半熟。あー、フライパン温まってないの入れた。みんな言いたいことわかる。あの黄身がこぼれない程度の半熟が一番好きなんだよ。あれ半熟じゃないんだけど、もうほんと黄身に変わる瞬間のあの硬さが一番好き。ゆで卵もそう。あれ難しいんだよね。で、らっきょうはお椀に分けようか。福神漬けとお椀がね。じゃあいいよ。どこやった？この木皿に分けよう。ハーフ&ハーフで。え、私いらないよ。違う、汁切って入れといて、その木皿に。で、福神漬けもね。うん。ああ、カレーのやつ、カレーの、ああ。あの、マリちゃん、文句じゃないんだ、俺が言ってんのは。アドバイスなんだよ。そこをちょっと勘違いしないでほしい。自分ならぶっ飛ばす。アドバイスしてるんだよ。やっぱ俺ももっと、あ、思ったんだけどさ、もっとシェフなんで、ね、これカレーのお皿にする？ん？これでいいか。こぼれちゃうもんな。どれ？あ、いいよ。汁切ってね。うん。あ、切り方がダメ。甘いね、切り方が。健康落とししないと。いや、上からグッとふっ、そう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 。あ、よう、いいじゃん、うん、卵大丈夫？硬くならん？うん。あとニンニクの醤油漬けも置いて。申し訳ない。で、健康落としして。健康落とし湯切りみたいな麺。お、いいね、いいよ。足腰力入れて。一口味見させて。ラッキョーダメ？一個口これ投げて。うん。これ何？これも健康だし。うん、うん、うんうんうん。で、ニンニクも一個ちょうだい。スタミナつけるから。うん。あ、この音最高な。ニンニク。じゃあもうこうで。あ、完成しました。これちょっと俺が求めてる硬さっぽい。どうだろう。すごいんじゃない。で、あんたも卵食べるの？いい感じだね、これね。ちゃんと俺の注文に。あ、なんかさ、まだところどころなんか、うん、何シャバシャバだな。で、いいよ、ドロドロにして。もういいよ。いいの、シャバシャバで。
ってあげるね。楽しい。うん。野菜不足なんでね。あのさ、ルー入ってないよね。あの具ばっか残してもダメなわけ。ルーをちょっと入れてくれないと。そうそうそう、ありがとうね。うわー嬉しいかも。これも写真撮ろうかな、毎日。そう、そう思ったでしょ、マリちゃん。でしょ、俺文句言ってないよね。テーブルの綺麗にするのない。俺って文句言ってないとか、うまそう。本当うるさいよね。でも俺と結婚したいんだよね。結婚したいんだったら、やっぱり俺が、ま、納得いくような料理できないと結婚できないじゃん。違う？テーブル片付けといてよ。みゆ思い出してみ。さっきこれタバコ吸ってたよね。テーブル掃除する時間ってあったよね。違う？みゆ、これタバコ吸ってたよね。10分。違う？ここでタバコ吸ってた。俺はここに寝てた。で向こうに行ったら俺は配信で映す役割がある。俺がいつ掃除する暇あった？違う？よく考えてみて。つまり眉が掃除すべきだったんだよ、タバコ吸いながら。うん、今片そう、今撮影してるから無理。うん、まあいいんじゃない、こんな汚れたまま食えば。今しろよ、やってるよ前が。でこれって普段からやってないから、この片付け方ね、結局片付けてもこっちに荷物移動してるだけだから綺麗にならないんだよ。根本から掃除しないとダメなんだよ。ね、ここに椅子持ってきて。これ分かるよね、みんな。ここに椅子をくれよ。ただ荷物を横に移動してるだけであって、あの掃除になってない。だからいつまでたってもこのテーブルの上は汚れたまんまなんだ。それが分かるか分からないか。分かる人は分かると思うよ。ジローン、お茶。うん、俺彼は水間違いなくで、氷ね。氷、氷、うん、うん、で、あの氷水ぬるいまま飲ませないように、俺がすぐ飲もうとしたらまだだよって言ってほしい。キンキンに冷えた状態飲みたいから、うん、分かった、うん、うん。入れたばっかりでぬるいからね、まだ、うん、ダメなんだ。カレーは水だから、それ分かるでしょ。いや俺も結構ね、こだわりが強いんだよ。こだわりが。でアングルいいの？もう知らないの？これでいいならいいんだけど、ね、本当にいいの？どう、みんな。いや、カレー完成したんで。マヨネーズ取ってくれる？やっぱ卵にマヨネーズかけたい。で、俺が求めてた卵になってるか。あ、マヨネーズもうこれだけか。あ、ダメだね。これまだ半熟すぎ。一応ね。欲しかった。もう気持ちとろけないぐらいがいいけど、まあでもほぼいい感じかもしれん。でもまあちょっと甘いね。じゃあ食べていい？ん？食べていい？ちょっとらっきょうのして、うん、でここにのせてほしい、この開けたとこに。雑！もういい？もうちょっと散りばめて、うん、もっともっともっと、うん、なんだこの話。もっともっともっと、うん。でマヨネーズかけて、ここにこう、あのメッセージ、俺に対しての、うん、
メッセージね、可愛くやって、うん、可愛く、何？チンゲンみたいになってるけど、何これ？うんこじゃねえか。食欲失せるわ。ないか。こんな時間になっちゃったな。いただき。この向こうは聞いたことあった？キッチン。これって寝るか。うん。おいしいだって。あ。どうなの？焼肉のタレ失敗でしょう。ありがとう。塩コショウと醤油も全然嫌な感じしないね。うん。牛すじ食べてみて。どうなの？うん。おいしい？思ったより柔らかい。うん。うん。全然食べれる範囲。食べれる範囲。どこ行くの？ベルーが足りなかったなと思って。何だ？うん、美味しいですか？うまい。味はうまいんだよ。いや、美味しいんだからさ、うん、いちいちじゃ言わないよ。うん、ね、味はうまいんだよ、いつも。俺こんぐらいの卵好きなんだけどな。うん、でよく言うなら卵をあと、もし食べたかったら、うまそう。うん、うん、うまい。おいしい？うん。マヨ。よく言えばサラダが欲しかった。マヨね、いつもさ、味玉作るの、うん、家によく味玉だから常に保管してんだけど。作ってる。前の味玉めっちゃうまいよ。そうなの？うん、ラーメン屋の半熟。うん、作ったるわ。でも、うん、卵買っとかないとな。あっかもうないの？いいの？もう卵ないの？あ、あと2個だけ作ったらしょうがないよ、うん、これ一気に作るかな。うん、あ、予想通り。確かにちょっと暑すぎる。ふうふうして暑食えないよ、こんなご飯も暑いし。冷ましてほしい。ん、ちゃんとやって。やったふりは求めてない。やったふりじゃん。ねえねえ、食べさせて。やったふりじゃん。ご飯食べさせて。ちゃんとやろうよ。ほんと暑い。ゆっくり食べればいいじゃん。早く、なそれ急いで食べるから暑いんだって。暑すぎ、ご飯が熱いわ、うん、カレーっていうか、炊きたてだね。うん、うん、彼女に夫婦してほしくない？なんで？分からん。本当は話してほしいんだ。ね、暑いからうまいんだな。あ、確かに。うん。ガーデンだ。うん。明日の方が絶対美味しいじゃん。楽しみ。でもそれを水に足してシャバシャバにされたら嫌だな。シャバシャバの方がうまいでしょ。どう？
ドロドロがいい？ドロドロが好き。これよりも？うん。いやもういいよ、ドロドロにして。じゃあ明日ドロドロね。うん。しゃびしゃびの方が胃がもたれない。わかんない？わかんない。違うよ。バカみたいに食べるからだよ。なんかこう、ドロドロの方がさ、深みがあるやん。深み、あれはこうだけ、うん、これ深みって言わない。味はこうだけどね。分かった？ん？分かった？分かんない。そうだよ、マヨネーズの方が持たれるわ。いや、ドロドロよりしゃびしゃびの方がね。分かる人は分かるよ。いずれそういう日が来る。今はドロドロ好きでも、何年後かは絶対しゃびしゃびにハマる。で、一応しゃびしゃび派になったら、ドロドロに戻ることはないんだよ。硬いとこに当たっちゃったんだ。うん、結構でかい、うん、カレーは俺全部でかは。腹いっぱい。食べ過ぎだね。うん、もう太っちゃうな。人の手にしないでね。俺にご飯作っても自分が食べなければいいじゃん。それ俺のせいじゃなくね。俺のせいじゃなくね。そういうのって、自分で。でも一緒にダイエットしようって言ったじゃん。お腹空いたって言ったら味見したくなるじゃんね。マジでさ、俺っていうの直そうかな。なんかこんなおかわり。なんか今までさ、おかわりなんだけど、具が多かったから少なめじゃなくてもいいんだけど、あまりにも具が多かったから、でお米少なめにするよ。あの具は例えば人参だったら1個、じゃがいもだったら1個、うんうん、っていう感じで、2個も3個もゴロゴロ入れないでほしい。あの全種類1個ずつぐらい、うん、で牛すじは、でお米は、お米はさっきぐらいでもいいんだけど、じゃあさっきちょっと減らしてじゃん。で、牛すじはなるべくトロトロっぽいところを入れてほしい。あんまり硬そうなところ入れないで。で、あのルーちゃんと入れてね。よろしく。前怒ってないんだから、そんな怒んなくてもね。ピーマン、エリンギ入ってないよ。エリンギもなくね。で、じゃがいも2個入っちゃってる。1個でよかったのに。どうする？ダメだよ。え？ベンチで1個ずつって言ったのに、ジャガイモ2個入っちゃってるし、あとエリンギ入ってないし。エリンギも売り切れた。臭い。売り切れたな。うん。で、そっちのジャガイモと変えてくれ。ん？そっちのジャガイモの方が美味しそうだな。うん。で、人参入ってなくない？なんで自分だけ入れたの？いや、入ってるよ、下に。
沈めといた。入っといた。結構返す。入ってもぐちゃ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 。ラッキョ入れて。ラッキョ。自分で入れな。入れれないから。もう嬉しい。ココありがとう。まゆちゃんいい嫁になるし、いいママになるとしか思えないって。そう。うん。本当？本当ですか？まあ、俺が鍛えてやってるからさ。いや別に。ただパワハラされてるだけじゃん。パワハラじゃなくて。パワハラだって。アドバイス。だって別に上手いじゃん。結果の上手ければ上手い。けど。うん。やるから上手いよ。え？めちゃくちゃ上手い。うん。うん、じゃあいいじゃんね。じゃあ別に手際とかさ、別に早いんだから俺、うん、逆にこんな旦那いらないって言われてるよ。いや俺じゃないよ、料理してる時に文句言ってたの。俺コメント拾ってるだけだからね。自分も言ってるよ。言ってなくない？卵がこれじゃダメだよとか。いや要望を出してるだけ。理想だよ理想。でもダメって言った。うん、あくまでも理想。焼きのくるたりも、うん、絶対ダメだよ。でもうまかった。いらんじゃいいじゃん。焼き肉のたりの味しないですね。うん、うん、止まんないやろもうでももうそれで終わりにしちゃ止まんない。カツ食べな。うん、あのね、ありがとう、ななちゃん。うん、うますぎる。残しておくね、明日のラッキョないよ。あ、ほんとだ。バカだな。もっと大事にして、こんないい子も現れないって。うまい。どうなのよ。いや、みんな俺に近寄ってくる子ってみんないい子だから、それ本当に、うん、そうだね、不思議とね、うん、なんだかんだ自分はいい子にはまた出会えるんじゃない。あの俺ダメじゃん、うん、だからなんかしてあげたいって思うんだよ。そうない。助けた。前ね、末っ子なの。助けてあげたいなとか。本当にないんだよね。いや、もう一つだけ食べたい。え？もう一つでいいから。うん。あの。ゼロワンのその立ち位置って俺の立ち位置なの、この方が。で、見て見て、この犬寝てる。あー、うまい、水キンキンに冷えた。やっぱ彼は水だよな。でもご飯やってくれるよね。あ、ルーだけだった。自分でやれって言わない、優しいよね。なんでご飯やってくれるの。だってカレーってご飯じゃない。違うの。違う、おかわりはやってくれるじゃん、うん、それ以外のことやらないけど、うん、それやってくれるの。うん、あ、水がない。あ、お茶買ってくれ。やべ、苦しいぞ、もうずっとお腹いっぱいだわ。だから食いすぎなんだって。俺に合わせてたらこれはおかしいでしょ。ね、やめて。もこれもう使っちゃおうと思って。
カレーにマヨネーズ合うんだよ。うん、うまい。マヨネーズになる。うん、なんかそれ？でもなんかちょっとわかるかもしれない、もしかしたらね。うん、なんかそれ、その感じ。でもちょっと入れすぎだからさ。合うよね。入れすぎんだよね、ゼロなんて。本当に合うし。ルー少ねえわ。てかね、ルーが全然なかった。明日足すか。で、あとさ、じゃがいもがあるとさ、次の日になるとさ、なんか、なんかスープなくなんない？なんでだろう。食べたね、うん、苦しいでしょ、もう今、8割ぐらい、うん、もう一杯ぐらいいけるもうやめてごめんなダメもうちょっとだけ今と一緒ぐらいダメ食事制限うんご飯もお腹いっぱい食べさせてくれないジェラマ言ってたよ、俺のこと止めてくれって食おうとしてたやめだよ明日食べなよ、うん、やめてよこれ明日に取っといてちょっと一口だけなんで、うん、あー苦しいごちそうさま楽しかったごちごちダイヤモンぐらいやろうかいいよ。あ、いい？うん。それ言うと思った。苦しいね。なんだかんだ苦しいんでしょ。最高。ケロさん早かったわ。じゃあ、エッチして寝るわ。